おやとさゆきです。はい、今日ですね、今お店にいます。今日は、外にですね、お店 の、 あのテントっていうんですかね、ひさしみたいなのがあるんですけど、赤色っぽいテントだったんで、それを今日黒に塗装しようと思ってます。ジョージさんが来てやっていただいております。2回塗装するんですけど、1回目の塗装はもう写真でね、ここら辺に出しておきます。こんな感じで1回目はやりました。で、塗装終わって2時間ぐらいしたらちょっと雨降ってきちゃって、まあほとんど乾いてる状態だったんですけど、まあ雨降ってきちゃって、また後日でやりましょうかということで、今2回目上塗りをですね、ジョージさんにやってもらってます。なのでちょっとね、見に行ってみましょう。ジョージさん、おはようございます。おはようございます。ジョージさんにやっていただいております。こんな感じでね、まあ雨降ってきたんで、こことかね、ちょっと塗装が、剥がれてるんですけども、今ね、削っていただいております。ジョージさん、今これ何やってるんですか？これは今目荒らししてますね。ペーパー当てて目荒らししてます。塗装が入るようにって感じですかね。そうですね、雰囲気が良くするように。最近はどうですか？はい、最近毎日飲んでますよ。何飲みますか？いつもいつもビールですね。ビール、ビール、シャンパン、何でも飲みますよ。僕が見てきた人の中で一番強いですよ。日本酒は効いちゃいますけどね。あ、そうですか。やっぱ昼間こうやって汗かく仕事してると、はい、すぐ抜けちゃいますね。あ、昨日は空さんの誕生日でしたね。そうですね、めちゃめちゃ盛り上がりましたね。そうですね、やっぱ人が集まると楽しいですよね。そうですね。なんかドロスさんのあれが壊れちゃったみたいで。あ、ロレックス。ロレックス壊れちゃいましたね。ロレックスなんで壊れたんですか？あれ、多分酔っ払って爆注したら失敗ですね。で、時計潰しちゃったんですかね。あのベルトの部分のカチャって締めるところが、はい、ロックが緩くなっちゃったんです。ああ、まあ修理出せば。あの時計のベルトがってこと。そうですね。レイヤーちゃんとはどうですか？はい、レイヤーちゃんとは、レイヤーとは昨日も一昨日ですかね、はい、ラーメン食べ行って元気にしてました。いいっすね。はい、ちょこちょこ会ってるんですか？そうですね、ちょこちょこ会ってますね。隣町に住んでるんで近いんで、はい、車で 2、30分で会える。あっていうか、超ギリにかけてるんですね。超ギリですね。1センチしかかかってないです。そしたら目荒らしが終わったみたいで、お、ついにローラーでやってますね。ぬりぬりした。あ、これが塗料ですか？そうです、普通の黒。そうですね、黒のウレタンです。これは僕は、ローラーは僕は使ったことなくて、難しいですか？まあ転がすだけなんで。真っ黒にしてもらってます。いや、僕昨日ジョージさん爆注した時大丈夫かなって思いましたよ。気にパグりましたね。ちょっとやばかったっすよね。ちょっとやばかったっす。打ち所割れたから死んでますよ。顔打ちました？おでこ打ちました。すげえ。じゃあその着地の時にロレックスの、そうです、時計が、そうです。どうするんですか？修理するんですか？ぶん投げちゃいます。もう捨てちゃいます？
いや、修理出しますね。いくらぐらいですかね。いくらぐらいですかね。全然見当つかないですけど。あ、だって高いですもんね。いくらで買ったんでしたっけ。買った時は50弱っすね。あ、何年もつけてるんですか。そうですね、つけてます。修理でベルトだけでいくらするんですかね。いくらするんですかね。全然見当つかないですね。10万はいきそうですか。いや、いかないんじゃないですか、ね、いかないですか。10万だとオーバーホール中全部分解して清掃するのに10万近くがかかりますね、はい、いいっすね。まあ、ちょうど一番端をやってもらってます。プロです、プロ。もう何年ぐらいやってるんですか。17からやってるんで。はあ、じゃあもう何年やってるか言ったらもう年齢バレちゃうじゃないですか。そうですね。年齢バレちゃいますね。年齢非公開なんで。あれ、ジョージさん、6月、はい、26でしたっけ、25か。6月25?僕らが宇都宮行く日。あ、はいはいはい。はちょっと宣伝して、はい、車の集まり。いいですね。インターパークで、はい、またやりますんで。ぜひぜひ。参加費1万ぐらいで。ぼったくりじゃないですか。いい感じですね。いい感じになってきました。すげえ。ちっちゃいハケで。そうですね。はい、これすぐ乾くな。熱っ。熱いっすよね。熱いっすね。暑いから今日ジョージさん仕事行かない方がいいんじゃないですか。これも仕事ですよ。これも仕事。これ遊びで。遊びで。趣味の範囲なんで。趣味。趣味。いいんじゃないですか。じゃあ今乾かしてるんですけど、完成した、動画をまた別で撮りますんで、今日はここで終わりたいと思います。じゃあジョージさん、ちょっと塗装した感想をお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。ジョージさんです。汗びっちょりです。ありがとうございます。今日暑いですね。暑いです。どうでしたか、やってみて。まあそうですね、いいんじゃないですかね。ありがとうございます、はい、すごい良くしてもらって、はい、ちょっと乾燥するのが楽しみです ね1時間もあれば乾いちゃうんじゃないですかね、はい、今日暑いですか。暑いから、あ、はい、分かりました、はい、じゃあ乾燥して、その、完成した後の動画はまた別で出しますんで、はい、すごい、もうやっぱ塗装屋だからすごい天気だらけ、天気がプロですね。ありがとうございます。金のネックレス。おもちゃです、おもちゃ。100円ショップ。100円ショップ。そんな感じで、じゃあジョージさん今日やっていただいてありがとうございました、はい、ありがとうございました。またじゃあ車の集まりで。そうですね、集まりましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。せーの、調子乗んなよ。ありがとうございます。